隠れオーナーは、男性の自転車競技選手、競輪選手。兵庫県加藤市出身。日本競輪学校第98期卒業。日本競輪選手会兵庫支部所属。例型。日成学園第3高等学校在学中、2年生で、国民体育大会の少年、個人ロードレースに出場し、全国大会初優勝。 三年生で出場したインターハイのトラックレースでは3キロ個人追い抜き競争で3分31秒108を記録し高校日本記録保持者となる。また国体の少年ポイントレースでも優勝した。カノヤ体育大学入学後は国体の青年ポイントレースで3連覇し高校時代のロードレース優勝とポイント4連覇により 国体での5年連続優勝を達成する。2006年、アジア競技大会のポイントレースに出場し8位。団体追い抜きでは4位に入った。2008年、トラックレース世界選手権のオムニアムに出場し17位。同年4月、奈良競輪場で開催された第28回アジア、自転車競技選手権大会、トラックレースのスクラッチに出場し、2007年に、 同種目で世界一となった香港のワンカンポを尻溶け優勝を果たした。この優勝で2009年3月にポーランドで開催された世界選手権自転車競技大会トラックレース2009への出場権を獲得したが、競輪学校入学を控えていたため同大会への出場を辞退し、また大学を中退。主としてトラックレースでの実績が目立つが、 ロードレースにおいても、上記の国体での優勝のほか、2007年のツールド、北海道において、アンダー2 3総合時間賞を獲得し、2008年夏のインカレロードでも優勝。なお2010年4月より、実業団登録チームとなる、カノヤ体育大学ブルース会に所属している。2009年5月に、第98回生として、 日本競輪学校に入学。在校競争成績17位で2010年3月26日に卒業した。同年5月1日に競輪選手登録。同年7月15日、名古屋競輪場でデビューし、初勝利も同日。名前から007と呼ばれており、自身のサインにも007の文字を入れている。ありがとうございます。